若い方々に今日どうしても申し上げたいなと思っていることがあります。議論をするときは具体的な根拠を挙げて意見を言いましょう。今の国会のやり取りを見ていますと何にも根拠を挙げてないですよね。理由を述べてないですよね。国民が納得できるような説明を本来すべきものが何かごまかしによって逃げ切られようとしています。これは国連からの共謀罪の問題性を指摘する書簡についても同じような対応が行われているわけで、どうなっているのか事実を確認させてほしい、問題はないんですかというふうに聞かれているのに抗議をしています。ご指摘は当たらない、全く不合理であるというようなことを言って抗議をしているだけでは、まあ、話し合いは進まないわけですね。日本国内ではそういうことで無理やり押し切ってきたかもしれませんけれども、全世界相手にこんなことでいいんでしょうか。また今インターネットでも、政権を支持するサポーターの人たちが私たちの活動に対して誹謗中傷を繰り返しています。汚い言葉で罵るだけなんですよね。具体的な根拠を挙げて自分たちの意見を主張しているということが全くないんですね。これはでは議論になっていないし、まともな頭の日本人が見れば逆効果ではないですか。汚い言葉で罵っているだけで仲間をどんどん失っていくばかりです。今共謀罪法案はテロ等準備罪という嘘の名前をつけたままで、まだよくわからない、説明が不十分であるという人たちが圧倒的多数に上っているのに、非常に緊迫した情勢の中で国会の扱いを受けているという状態です。今日も緊急に皆さん集まってくださいましたし、これからまだどうなるのか予断を許さない状況ですけれども、私たちの運動は別に今週だけで全部終わるわけじゃないですよね。さっきの日比谷野音の紹介でも申し上げましたけれども、もうこんな与党には誰も投票しないよっていう状況を作り出したいんですね。さっさとそれが当たり前だ、それの問題意識をみんなで共有して、本当に美しい国日本を私たちの手に取り戻しましょう。今私も国立大学の教員をやっておりまして、学者として政府の審議会のいろいろな委員もやっているんですね。で、学者の会のメンバー、中心メンバーの先生たちもそのような活動をされている方が多いんですが、今行政が非常に不透明な状態になっています。専門委員をやっていた人たちがですね、次々クビになっているのではないか、そういうことが起こりつつあります。外務省では政府の方針に批判的な意見を述べた釜山総領事がクビになりました。恐ろしい。このような事態がいつまでも続くはずがないです。これがずっと続いていったら日本が滅びてしまうからです。いずれにしても続かないですね。こんな日本に誰がした、若い方々の責任ではありません。今ここに今日とても素敵な看板があって、ノーサンクス忖度って書いてあって、今ね本当に行政の中でもマスコミの中でもこんなのおかしいやって思ってる人たち大勢本当はいるはずなんです。だけど声を上げられずにいる方々がいっぱいいます。検察官、実は法務省刑事局の官僚たちも検察官なんですよ。こんだけ犯罪がたくさん渦巻いているのになんで処罰できないんですか。国有財産を不正に処分したら業務上横領罪とか背任罪とかが成立してるし、文書を勝手に処分したらば文書機器罪とか電磁的記録機器罪のはずですよ。そして犯罪の証拠の隠滅は自分自身の刑事事件であったとしても他人を教唆してこれをやらせますと教唆犯で処罰されるっていうのが最高裁の判例なんです。いろんな犯罪が行われている、マスコミに対して、利益を供与して不正な請託をしたら賄賂罪なんです。検察官の方々はこのような不正がたくさんあるのに全然処罰できない状態でいいんでしょうか。何のために司法試験を受けたんでしょうか。今徐々にですけれどもマスコミの中あるいは官僚たちの中から内部告発をしようという人たちが出てきています。この流れは絶対に止めてはいけない。野党は頑張れ。野党は頑張れ。